皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。現在放送中の NHK 連続テレビ小説、カムカムエヴリバディで、2代目ヒロイン、木島るい役を演じる深津絵里さん。このドラマは、昭和、平成、令和の時代に、ラジオ英語講座と共に歩んだ祖母、母、娘の3世代親子の人生を、100年にわたって描く物語。岡山、大阪、京都を舞台に、時代を超えた、愛すべきヒロインたちの日常に寄り添っていきます。深津さんが演じるのは、初代ヒロイン、安子、上白石萌音さんの娘、るい。るいは岡山の木島家に生まれ、18歳まで岡山で育ちます。とある理由から、自分らしく、自由に生きていきたいと願い、岡山を飛び出して大阪へ。ひょんなことから、クリーニング店を営む夫妻と出会い、住み込みで働かせてもらいながら、新しい生活を始めたるいは、働き者で、すぐに、店の看板娘になっちゃいます。そこで、ジャズトランペッターの丈一郎、小田切丈さんと出会い、恋をし、結婚の約束までしていましたが、1月21日放送の第57話では、丈一郎から別れを告げられるという衝撃の展開が描かれました。深津さんは、久しぶりのドラマ出演が朝ドラのヒロイン。しかも、撮影スタート当時48歳の年齢で18歳を演じるという、極めて異例のキャスティングでしたが、それを見事にこなされて絶賛されています。そんな深津さんが、出演の決め手や自身が演じるヒロインへの思いを、インタビューに答えてくれていましたので、ご紹介します。それでは、どうぞ。カムカムエヴリバディに出演することを決められた理由を教えてください。3人もヒロインで、100年の物語を作りたい、というチーフプロデューサー堀之内さんの強い気持ちと、藤本由紀さんの脚本に、すごいものを作ろうとする迫力を感じたので、私に何かできることがあれば、と思いを引き受けしました。でも、なんで、もっと冷静に考えなかったんだろう、笑い。改めて藤本さんが描くキャラクターやストーリーにとんでもないものを引き受けてしまったと今更ドキドキする毎日です。でも、岡山編の皆さんがあの波乱に満ちた大変な物語を心を込めて演じられている姿を見ていたら、ここで私がどうしようなんて言っている場合じゃない。きちんと日向、川栄李奈さんにバトンを届けなければいけないと全力で撮影に臨んでいます。ルイを演じるにあたって意識されたことは、岡山編にもルイの全てがありました。私は余計なことをせずにただ存在していられたらと思っています。ルイは見ている方々が同じ気持ちで寄り添ったり、自分と重ね合わせるのがすごく難しいキャラクターなので、そこは繊細に考えなければいけないですよね。それに、喜怒哀楽を上手に表せないので、彼女の感情の揺れを、どれくらい表現するべきなのかも気をつけています。ルイの生い立ちや、育ってきた環境を考えると、年齢よりも大人びた面がある一方、どこか抜け落ちた子供っぽい面もあるのかなと思いました。そんなルイの、デコボコした感じが、うまく出せたらいいなと。印象に残っているシーンは、竹村クリーニング店の平助さんと和子さんご夫婦と会って初めてお茶の間でおせんべいをいただくシーン。すごく緊張しました。というのも、それがルイ編の初日に撮ったシーンだったんです。岡山にいた十何年間で、きっとルイの心はとっても固く閉ざされていて、本当の気持ちをなかなか表さなかった女の子が、全く見ず知らずのお宅に上がって、温かさに触れ、心を解放する。私の感情がうまくコントロールできなくて、何テイクもやらせていただいたんです。それを、村田さんとマリさんのお二人が見守ってくださいました。言葉ではなく、私たちは、ここにいるから、大丈夫だよっていう空気を作ってくださって、お二人にご迷惑をかけたと思うんですけれど、そのつまずきみたいなものがあったからこそ、一気に、
お二人との関係を作れたような、みんなで手を取り合えた気がして、とっても大事なシーンだったなと思います。放送を楽しみにしている視聴者の方々へのメッセージをお願いします。安子編からずっと、この作品を見守ってくださっている視聴者の方々に、ひなたの最後までを見守っていただけることが私の願いです。今放送中のルイの時代のエピソードが、ひなたの時代に紡がれていきます。次は、ひなたの気持ちに寄り添って、毎朝、この物語を楽しんで見ていただけたら嬉しいです。インタビューはここまでです。先日、カムカムエヴリバディの最終回が4月8日に決定との発表がありました。全23週で全112回だそうです。今週が第13週なので、ちょうど折り返しを過ぎたあたりでしょうか。ルイ編に移ったのが第8週の途中からなので、ルイ編は第16週あたりまでの残り4週くらいなのかな。こちらも折り返し地点ですね。ただ、日向編にも母、ルイは登場しそうなので、そちらもお楽しみに。ここからは、ネットの声をご紹介します。10代の役を深津さんがやるのは少し、違和感があるかなって思ってましたが、その不安は全くなく、役をこなす深津さんはさすがです。毎日、このドラマを見るのが楽しみです。ルイちゃん、幸せになってほしい。深津さん、ずっと応援していた大好きな女優さんです。ルイの役は本当に難しいと思いますが、見事に演じていらっしゃると思います。なぜか、深津さんのコメントを読むだけで涙が出てしまいました。深津さんは、チーフプロデューサーと藤本さんの熱意で出たのか、カムカムは最初から全く違う次元のドラマだったと思うから、納得。難しい役だから受けるかどうか、誰だって迷ったことだろう。ルイは深津さん以外イメージできないし、4月8日の最後まで出てほしい。初回から欠かさず視聴しています。とても見応えのあるドラマだと思います。朝から、こんなに、感情、喜怒哀楽を揺さぶられるのは、久しぶりな気がいたします。深津絵里さんの、ルイが、どのような人生を歩み、ひなたの母になるのか。ここからの人生ドラマに期待しています。正直最初、竹村夫妻のノリが苦手だった。岡山編とのギャップに私が戸惑ったのかと思ってたけど、もしかしたら、ルイと竹村夫妻が演じる距離感がそう思わせたのかもしれない。今では竹村夫妻を見ると安心する。安子岡山編が、想像以上のドラマになっていたので、ルイ編は、やっぱり深津さんでないと、大人のルイ役はできなかったと、最近思います。最初は、18歳の役は、どこまでできるんだろう、と思って見ていましたが、今は、20歳のルイが、ドラマにいるのが自然ですね。仕草とか話し方とか、20歳の女性になりきってます。来週から、舞台は京都編に移るみたいですね。ひなた誕生まであと少し、カムカムは朝ドラの代表作になるんでしょうね。来週からも楽しく見させてもらいます。一視聴者としては引き受けてくださってありがとう。です。毎朝深津さんを見られる幸せったらない。見事に10代、20代の若い類演じられております。ただ、ほぼバックハグの時のつやめきは、若い俳優さんには出せない、大人の雰囲気が溢れてました。さすがでした。深津さんの実年齢は、全く関係なく、20歳前後の役が本当にぴったりでした。すっかりドラマにハマってしまい、朝からハラハラドキドキ。どうか、ルイちゃんもジョーも幸せになってほしい。大阪のお父さんお母さんに、孫の顔を見せてあげてほしい。優しい人には幸せになってほしい。これまで深津さんが演じてこられたキャラクターの癖や個性がバッサリと消え去り、ルイそのものになりきられていることに衝撃の感動を覚えます。
素晴らしい女優さんだと改めて感じながらドラマを楽しんでいます。深津さんだけがオーディションなしでオファーがあったというのは納得です。この役は深津さんじゃないと成立しなかった。若く見えるように頑張ってやってるっていう感じじゃなくて、ルイの気持ちを大事に演技してるだけな感じがして、ピュアでナチュラルな雰囲気を自然に出せていて無理が一つもない。本当にルイを深津さんがやってくれてよかった。深津さんを抜擢した制作陣の方々にはブラボーと言うしかないです。ルイちゃんには幸せになってほしいと切実に思います。そしてルイちゃんという人はものすごく複雑な感情をはらんだ人だと思うし、それを演じられている深津さんには毎日ドキドキしたり胸を締め付けられたりしています。18歳の初々しさを感じさせる所作や表情、声の出し方、違和感感じることなくルイちゃんの物語にのめり込んでいます。深津さんの新たな魅力に引きつけられました。さすがに指名で出演を依頼されただけあって、岡山編で悲劇に嫌気が差し掛けた視聴者の心をわしづかみにされましたね。育ちの良さと心の中に闇を持った若き女性の表情を淡々と演技され、守ってやりたい、幸せになってほしいといった思いを視聴者に抱かせますね。年齢的な不安を感じさせない深津さんの見事な演技に毎朝引き込まれています。少女のあどけなさや拙さを見事に表現されている一方、若手俳優ではなかなか表現が難しい深みのある演技ができ、感服させられてしまいます。上白石さんと川栄さんがオーディション選出だったのに対して、深津さんは最初から制作サイドからのご指名だったとのことですが、その理由がよくわかりました。深津ちゃん大好きです。ルイの子供側の気持ちもわかるし、今は自分も母親なので安子の気持ち考えたらいたたまれません。子供時代共有していた二人が出会って惹かれ合って運命だな、素敵。三代のヒロインが紡ぐ物語、スターターのアンカーのヒロインも難しく大変だと思うけど、中間の深津絵里さんが最も重要でかつ難しいポジションだと感じます。毎朝視聴しながらなぜ深津絵里さんなのか納得してます。深津絵里さん、十分すぎるほど素晴らしい演技をしておられます。毎日見るのがとても楽しみ。素晴らしい演技と楽しみなストーリー、日向のお話も期待してみたいです。踊るの大ファンです。未だに昔の踊るのメンバーで出たバラエティや映画の前のインタビューの録画がありますが、15年以上前の深津さんのご自身のインタビュー映像より今現在演じているルイちゃんの方が年下に見えてすごく不思議です。同じ人物なのにすごいです。朝ドラを引き受けてくださってファンとしては本当に嬉しいです。毎日ルイちゃん見られて幸せ。深津絵里さん大好きなので、たまにでもいいのでまたドラマに出てくれると嬉しいです。自分たちもそれなりの年齢であれば若い頃の深津さんを知ってるので、その記憶が邪魔しちゃうんでしょうね。最初は無理があるかなって自分も見てましたが、20代前半の女性らしい部分をうまく表現されてて今では普通に見てられます。やっぱりよく見れば18歳には無理があるんだけど、私はなんとなく舞台を見るみたいな感じでそこは超えたところで見ている。最初に謎のミュージカル的な演出があったおかげかも。何のあれって思ってたけど聞いてる。ネットの声は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。